はい、皆さんこんにちは、ゆうりです。前回見ていただいてありがとうございます。私が21歳と聞いてちょっとびっくりされてる方結構多かったんですけど、まあちょっとなんかね、老けてるっていうのもあるのと、あと喋り方かな、多分なんかね、おばちゃんっぽいっていうのはあると思います。まだまだ私もまだお子ちゃまですけど、皆さん好きでいてください。はい、ということで、今回はメイク、ディズニーのメイクに行きたいと思います。今月は非常にディズニーメイクが多いんですけど、まあ来月もね、続けてヴィランズの方をしていけたらと思ってます。今回のメイクはヘラクレスのメガラですね、メグの方のメイクをしていきたいと思います。結構お姉さんって感じですよね。なんかこうセクシーなキリッとした感じなので、まあ、目と眉毛が結構印象的かなと思います。あと前髪ね、まあ、そういうとこ意識していきながらメイクやっていきたいと思います。まあ、ファンデーションは若干ちょっと暗めにしています。ではまあ早速アイメイクしていきます。目柄は紫のイメージが強いので、アイシャドウは紫を重ねていきます。紫とブラウンを混ぜてね、重ねていきたいと思います。アイシャドウの方は3段階に分けました。黒と、まあ、茶色、紫、特徴的な目に仕上げたいので、アイラインは結構きつめに上に上げたいと思います。ライン自体は結構ガッと上にね、釣り目な感じでやっていきたいと思ってます。アイライン引き終わった後に結構きつめに塗って、まあ、囲みメイク、切開してから囲みメイクして、その後に、黒のラメの入ったシャドウを下に塗ってます。で、今から、ゴールドのラメをちょっとゴージャス風にしたいので、ゴールドのラメを下と、あとこのラインの部分ね、ちょっと重ねてキラキラ、ゴールドのキラキラつけていきたいと思います。下まつげ、上まつげは結構端の方につけてあげると、まあ、切れ長な感じになるので、上まつげもちょっと端につける感じでやってみました。で、ノーズシャドウなんですけど、結構細かく細くいきたいと思います。
シェーディングなんですけど、シェーディングは結構濃いめにしてあげてください。結構骨格がねシャープなので、目柄自体が、まあ私ちょっと顔パンパンでむくんでるからあれですけど、あんまちょっと表現できてないですけど、まあやる場合は結構シェーディング入れてあげて、でリップは赤にします。リップライナーは塗ろうかなって思ったんですけど、目柄自体そんなに唇分厚くないんで、まあ普通にリップペッペッと塗ってまいります。はい。で結構赤って言っても、結構鮮やかな赤っていうよりもちょっとボルドが混じりのクールな感じの赤色を入れていきたいと思います。オーマイガー、チーク塗るの忘れてました。チークは斜めにシェーディングに合わせてチーク塗っていきます。で、リップなんですけど、ここ幅を広げるために口大きいんで、ここはちょっとオーバーめに塗ってあげると大きく見えると思います。はい、なんかはい、目柄メイクの完成です。結構きつい顔です、ということで、目柄メイク完成なので、今からヘアメイクして着替えてやっていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。目柄でグッバイです。グッバイ。